杯1位、ロンドンオリンピック出場、羊毛ヤクルト販売、才川紀一選手。青、第4シード、明治杯3位、警視庁第6機動隊、山本裕介選手の対戦です。B マットの第3ピリオドは、ポイントを1ポイントずつ取って、現在2対0赤リード、さらにポイントを追加して、現在3対0です。B マットは現在ポイント数6対0になりました。規定のポイント差がつきまして7対0で規定のポイント差がつきました。ご覧いただきましたように 60kg 男子のフリースタイルは決勝進出は志学館大学職員前田翔吾選手と決まりました。B マットはフリースタイル 60kg 級の準決勝、2つ目の準決勝になります。赤、明治杯2位、第3シード、自衛隊体育学校、高塚紀之選手。青、明治杯1位、第2シード、日本大学、池田悟選手です。失礼、池田勝選手です。B マット第1ピリオドが始まりました。A マット第1ピリオド1分30秒が経過、ポイント1対0、赤、才川選手のリードです。A マット赤才川選手、さらにポイントを入れました。2対0です。ここで第1ピリオドが終了しました。第1ピリオドは赤才川選手が獲得です。B マット赤1ポイント獲得です。A マット赤最初の選手に1ポイントです。B マット青が1ポイント獲得してポイント数1対1になりました。B マットは第1ピリオド終了しました。第1ピリオドは青の池田選手が取っています。A マット第2ピリオド赤才川選手、さらに1ポイント、現在2対0です。 B マットは第2ピリオド開始です。
A マット第2ピリオド、ここで青山本選手からのチャレンジです。プレーの確認を行います。B マットしばらくお待ちください。選手の治療を行います。現在 B マットはフリースタイル 60kg 級の試合が行われています。 B マットの準決勝としてはこれが最後の試合です。第1ピリオドは青池田選手、現在第2ピリオド1分20秒経過して両選手ともにポイントはありません。A マット、先ほどの青からのチャレンジは認められました。第2ピリオド終了、2対0で第2ピリオドも赤、才川選手が獲得。グレコローマンスタイル 96kg 級、赤、羊毛ヤクルト販売、才川紀勝選手、決勝進出です。